よし、ドキンちゃんのうち急ぐぞ。ルーパン、ルーパン、ルーパン。ピッ、プルー、プルー。あ、ピザ屋さんですか？ピザの注文お願いします。はい、赤ちゃんマンのピザとバイキンマンのピザをください。はい、お願いします。ピッ、ドキンちゃんからピザの注文が入ったぞ。早速焼きましょう。まずは赤ちゃんマンのピザを入れて、よいしょ。あ、焼けた焼けた。赤ちゃんマンのピザ上手に焼けました。次はバイキンマンのピザですね。バイキンマンのピザを入れて、よいしょ。あ、焼けた焼けた。バイキンマンのピザも美味しそうですね。それでは焼き上がったピザをこのケースの中に入れてバイクに積みましょう。よいしょ。できた。早速届けに行きましょう。ドキンちゃんのお家はどこかな。こんにちは、ピザ屋さんです。ドキンちゃん、お待たせしました。ピザお持ちしました。こんにちは、食パンマン。あれ、私はメロンパンだよ。ここはドキンちゃんのお家じゃないわ。そうだったんですね。間違えました。すみません。いやー、うっかりうっかり。こんにちは、ピザ屋さんです。ドキンちゃん、ピザをお待ちしました。ピザ？あれ、おれ様はバイキンマンだよ。ドキンちゃんのお家はここじゃないぞ。俺様が代わりにピザをもらおうか。それはダメです。ドキンちゃんの注文ですからね。おかしいですね。ドキンちゃんのお家はどこでしょう。あ、赤ちゃんマン、赤ちゃんマン。あ、食パンマン。ドキンちゃんのお家がどこか知りませんか。ドキンちゃんのお家でちゅか。それならこの道をまっすぐ行ったらあるでちゅよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。気をつけて行ってきてくださいでちゅ。うん、よし、ドキンちゃんのうち急ぐぞ。あ、ここですね。こんにちは、ピザ屋さんです。ドキンちゃん、お待たせしました。ピザをお届けに来ました。遅くなってすみません。お家を間違えてしまって。そうだったの。ご注文の赤ちゃんマンピザとバイキンマンピザです。ありがとう。でもピザが冷めてしまったので、今からもう一度作ってお届けに来ますね。今度はすぐにお届けに来ます。それじゃあみんな、バイバイ。さあ、急がなくっちゃ。なんだかわからないけど、ラッキーだわ。